皆さんこんにちは、ピーすけです。今回紹介するのはツタヤのオリジナル製品のヘテラの文房具を手に入れることができたので紹介していきたいと思います。今回こちらの動画ではですね、こちらのミニ蛍光ペンをレビューするんですが、ボールペンも購入しましたので別の動画でレビュー動画を撮っていきたいと思っています。こちらのヘテラの文房具製品なんですけども、一部のツタヤでしか取り扱ってなくてですね、ちょっと見つけづらかったので概要欄に取扱店舗を貼っておきます。気になる方はそちらでチェックしてみてください。この動画ではさっと取扱店舗を見るんですが、北は北海道から始まりまして、東北、関東、北陸、中部、近畿、中国地方、四国、九州、沖縄ということで、北は北海道から南は沖縄までほとんどの県で取り扱ってはいるんですが、比較的新しめの店舗では取り扱ってないっぽいので、取扱店舗をチェックしてから店舗に向かってみるようにしてください。それではカラーラインナップを見ていきたいと思います。ミニ蛍光ペンは6色展開となっていまして、はじめにピンク、オレンジ、イエローだけ文字がグレーになってるんですが、イエロー、ブルー、グリーン、パープルとなっています。サイズ感的にはリップクリームぐらいのサイズになっていまして、通常の蛍光ペンなどと比べると半分ぐらいのサイズになっています。ただし太さはですね、通常の蛍光ペンと比べるとかなり太めになっています。ちなみに重さなんですけども、持った感じはですね、とても軽くて約 8g ほどとなっています。次にノートを使って色見本を作っていきます。はじめにピンク、オレンジ、イエロー、ブルー、グリーン。最後はパープル。はい、こんな感じで色見本を作ることができました。こちらをスクショなどをして購入する際の参考にしてみてください。ちなみに裏抜けなんですけども、裏抜け、裏写りともに全く問題ないです。はい、ということでこの動画は以上になります。ツタヤのオリジナル文具、ヘテラのミニ蛍光ペンをレビューしてみたんですが、店頭に行った感想はですね、こちらのパープルがとても売れてる印象で、もしこの中で気になる色の方は、優先的に購入するようにしてみてください。お値段は1本あたり90円プラス消費税ということなので、100均と比べるとかなり割高にはなってしまうんですが、ヘテラの文房具自体デザインがとてもシンプルで、洗練されたデザインが多いので、気になる方は概要欄にリンクを貼っておくので、取扱店舗をチェックしてみてください。それではこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。